文太郎さんの看板メニューの一つドカ盛りミックスホルモンです。で、文太郎さんは味付けがとっても美味しいお店でも実はあって、まあ、北見焼肉は基本的には味付けなしっていうのが非常に多いんですが、文太郎さんはそれをあえて味付けで召し上がっていただいてもとっても美味しいお店なんですね。で、このミックスホルモンっていうのは実は北見の焼肉文化が始まった当初にお店で提供されていた、そういうこう歴史的な背景もあって、まあ、そういうミックスホルモンを今のこう北見でこう食べれるっていうのもすごく個人的にはですね、感慨深いものがあるなと思って、もう来たら毎回食べさせていただいてます。はい、皆さんもぜひ召し上がってください。はい、そういう一品です。はい、で、これですね、文太郎さんのその内臓肉にこだわったその内臓たちがですね、もう美味しいところがもう名前の通りドカ盛りされてるっていう、そんなメニューで、で味噌味がついているので。結構焦げやすい。なので炭がちょっと落ち着いてから召し上がられるのがいいんじゃないかなっていうのと、あとまあ強い時は七輪なんで入り口をちょっと狭めてあげて、火があまりこう強くない状態で焼いてあげた方が落ち着いて召し上がっていただけるんじゃないかな。